どうもこんにちは。今回はですね、今年初めてのキャンプであり、2週間ぶりのキャンプになります。小鳥の森キャンプ場にやってきてますけれども、実はね、管理人さんのお孫さんが生まれたっていうことでプレゼントを持ってきました。こちらですね、ムーニーエアフィット新生児版。多分ねこれでいいと思うんですけどね、お誕生日から 5000g まで対応ということで、多分ねこれでいいんじゃないかなと思います。お孫さんにはこれで、あとですね、家に帰ってきてるってことだったんで、おそらく娘さんだろうなということで、今日のルイボスティー、こちらを娘さん用に買ってまいりました。ノンカフェインです。ノンカフェインなので、飲めるでしょう。で、管理人さんもですね、今お昼ご飯を食べに帰ってて、おそらくいないようなので、この小鳥の森キャンプ場のまだ紹介してないところ、こちら側ですね、こちら側はね、多分まだ紹介してないんじゃないかなと思うので、ちょっとね、この辺をね、撮らせてもらおうかなと思います。でね、こちらがね、多分物置とかなのかな、まあ、こういう建物がありまして、で、この横ですね、この横にはですね、ブランコと砂場があります。やっぱりね、子供さんが来て楽しんでほしいっていう気持ちがですね、こういうところに現れてるなと思います。で、こちらがですね、炊事場なんですけれども、前回のおじキャンでね、炊事場が1箇所しかないということを言ってたんですけれども、炊事場はね、ここだけです。で、この水はですね、こう川から引っ張ってきてる水なので、ずっとね、流しっぱなしになってます。で、この辺のね、テーブル、この辺のテーブルがですね、まあ一応作業テーブルとして使ってもいいよということで、ピザを作ったりするときとかにですね、ここで、作ったりするようです。で、こちらがですね、まあ休憩所というか、まあピザ窯があるところなんですけども、これがですね、ピザ窯になってます。これもね、一人で作ってるからすごいですよね。で、カセットコンロだったり、ワイングラスだったりが置いてあります。次回ですね、2月10日おじキャンの告知をしたんですけれども、人数がね10人以上集まるようであれば、ここでねピザを焼いたりとかしてみるのもいいかなと思ってます。みんなでねピザを作ってここで食べるというのはどうでしょうか。それとですね、ここにね冷蔵庫があります。冷蔵庫はね確か、使ってもいいということだったので、まあ冷やすものがあればここに入れるということもできます。まあ、夏場とかはですね、ビールとかこの辺に入れさせてもらえとくと結構助かりますよね。で、この建物の横がですね、直火ゾーンです。直火ができるところ2箇所ありまして、こことね、あと下に1個あるんですけども、ここではですね、前回サンマを焼かせてもらいました。まあね、ここのキャンプ場に来る人でですね、直火をしちゃいけないところで直火をするというような不届き者の人はいないとは思うんですけれども、ここのね、キャンプ場はね、管理人さん一人で作ってるので、当然ですね、芝生も一人で植えてます。なのでですね、ここ利用する人はですね、みんな芝生を傷つけないようにということで、しっかりですね、スパッタシートを敷いたりとか対策をして皆さん焚き火をされてます。そうそう、あとですね、トイレもね、あと1箇所あったらいいよねっていう話を前回おじキャンでしてたんですけども、トイレはね1箇所だけです、今のところ。この裏手に回るとですね、トイレがあるんですけども、ここですね、ここがトイレです。当然ね、明かりもあるんですけども、こんな感じでね、ちょっと中お見せできないですけども、ここね、ポットン便所になってます。これもね、不思議なんですけど、換気がうまくいってるのか、この木の匂いがずっとしてるのかわからないんですが、ポットン便所なんですが、匂いがねないんですよ。これがすごい不思議ですよね。多分来た人みんな不思議に思うんじゃないかな。ポットン便所なんで、やっぱり匂いがすごいきついと思いがちなんですが、ここがねなぜか大丈夫なんですよね。匂いがしないです。小鳥の森七不思議の一つですね。でね、キャンプをする場所なんですけども、ここでやっても全然 OK ということです。まあ、十分な広さがありますよね。こちらでやっても全然 OK と。僕はね、結構この段でやることが多いんですが、
なるべくでトイレに近い方がいいなということで、結構ねここの段でやったりします。ただあそこのねカラーコーンからしか出入りができないので、まあ、ちょっと遠回りはするようにはなるんですけども、ここはね結構気に入ってたりします。で2段下のこの木があるところですね、木があるところには以前ですねクリスマスツリーをつけました。このちっちゃい方の木ですね。でその下の段が、おじキャンをねいつもやってるところです。あそこはね広いので多分テントが十何張りかは建てられるんじゃないかなと思います。でさらにねその下の段もあるんですけども、あそこはね直火ゾーンが1箇所だけあります。であとこっちのね川側、ここに川が流れてるんですが、この川の方でですねテントを張ることもできるので、そうするとですねなんて言うんでしょう、本当野営してるような感じでキャンプができるんじゃないかなと思います。こんにちは、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これさ、お孫さんおめでとうございますってことでちょっとおむつを買ってきましたね。どうぞ。これあのお孫さんに、おー、ありがとうございます。これ娘さんにあのノンカフェインの紅茶です。これはどうぞ。いろいろ気を使ってもらって、ありがとうございます。よかったですね、無事に生まれて、はい、次回またあの2月の10日にここでやろうっていう話をしてて、お一人ね、はい、予約入っちゃった。ちなみにですね、今回の寝床なんですが、こんな感じにしてみました。エアマットですね、エアマットがあって、エアマットの上に化繊の寝袋を敷いて、その上にダウンの寝袋、でその中には電気毛布という感じにしてみました。前回のね、おじキャンの時が多分マイナス3度か4度ぐらいだったみたいなので、まあ、こんだけあれば大丈夫かなという感じなんですが、まあ、あまりに寒かったらですね、この化繊の寝袋、この中にダウンの寝袋を入れて、その中でこう二重の寝袋な感じで寝ようかなと思ってます。今回はですね、鶏肉のトマトソース煮込みみたいなのを作ってみたいなと思ってるんですが、材料はね、鶏肉、エリンギ、パスタソース、トマトのやつですね。で、しめじ、生クリーム、あさりという感じでね、簡単にちょっと作ってみましょう。僕ね、個人的になんですが、エリンギが結構好きなので、今まで使った料理もね、結構エリンギが入ってることが多いかもしれません。子供の頃とかはね、キノコとか好きじゃなかったんですが、なんかね、大人になってこういうの食べれるようになりましたね。本当はね、エリンギってあの包丁とかで切らずに手で裂いた方が味が染み込みやすいらしいんですけども、毎回ね、なんだかんだ言ってこうやって包丁で切っちゃいますね。今回はね、しめじもざっくりと切る感じにしときます。今昼の3時なんですが、朝のね9時ぐらいに朝ごはんを食べて、そこから食べてないので、さすがにお腹が空いてきましたね。
さあできましたんでいただきましょうか。それじゃあですね、いただいてみます。見た目はすげえ美味しそうだけど、どうだろう。うん、美味しい。あ、よかったですか。レシピ教えてください。いや、パスタソースが美味しいんだと思います、あ、どうも、はじめまして。ちょっとですね、お隣さんが来られましたので、お隣さんにですね、これをお裾分けしてこようかなと思います。足元でそれお家がだいぶ違うじゃん。いや、もう全然違います。ちょっと一回、これちょっと一回触ってみてください。ああ、いいね。多分あるのとないのとでは全然違いますよね。これは違う違う。あるとないのでは全然違うよ。違いますよ ね。いや、しかしあれですね、お孫さんとかもやっぱ大変ですね、あれは。ここ来るのはいいけど、来たらもうね、相手するのにね、まだやるまだやるって言ってね、ずっと歩き回るような感じですもんね。でもうちもあの家にいるとずっとあんな感じなんで、うちだけかなと思ってたんですけど、ちょっと安心しました。いやいや、よそもそうなんだなと思って。どこも一緒だろうと思って、ね。まあまあ、でもこういうところで遊ばすのが一番いい。まあまあ、そうですよね。うん、走り回って遊ぶのが、だいぶ楽しんでましたもんね。あのぐらいはね、派手やらんとね、夜も寝んのじゃね。あ、元気が余ってね。外で走った時はね、やっぱ疲れてすぐ寝るんだよね。あ、今ちょっとコベで行ってきたんじゃない。薪ストーブのあのどうなっちゃうかなと思って行ったら、まあまあ、あの安くなっちゃったから、まあ、買おうかと思って。ああ、ほんますか。今度来た時に使うでしょ。何本ぐらいでした。5000ぐらい。5000、4000何本がね、今日見たら3000。あ、ほんますか、うん。じゃあそれにあと煙突買えばいいぐらいの。煙突がまたね、700、あの この曲がったとこだけ凍ったんじゃん、今日は。はいはいはい。上このぐらいの持っちゃるんじゃん。ほう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 。どのくらいにしようかなって今考えて。
電源が500円だから、まあ500円ぐらいで貸し出してもいいんじゃないですか。ね、何部かもらうとね、うん、ちょっとやってみようかな。聞いて、うん、いらんっていうかどうかしら分からんけどね。いやでもあれば使ってみたい人もいると思います。あれなんですよ、あの僕も YouTube とかで見るんですけど、うん、その実際使ってみないと分かんないじゃないですか、うん、だからなかなか買うとこまでいかなくて、だから一回もし試しで使えるんだったら使ってみたいですよね。ね、あれでまた持ち運びがね、持ってくるって言ったらあと、ああかさばりますよね。うん、かさばるからね、うん、だからね、そんなんたらね、こういうとこ来てからスッと借りるんだったら、まあいいかなと思って、そんな感じでやれいろいろ考えて、うわそれは楽しみですねでもそんな新しい楽しみがあるんだったら僕、うん、第1号でレンタルしますわ風邪ひかんように、はい、あれですね、ゆっくり、はい、ありがとうございますお孫さんとよく遊んでくださいいやほんま寒いですね、頭が冷える帽子かぶってみよう、帽子ちょっと脱いだから、まだ多分マイナスにはなってないですよね、ちょっと温度が、